はい、またここイベントから始まっちゃうんですけど、皆さんはこんにちは、ワラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。僕と魔王です。おい子分、そろそろここらで休んでおけ。明日からまた世の爆心無敵街道が始まるのだからな。こうやって自分の手ひたすら気遣う世の優しさ、どうだ子分。クソ生意気な女よりも世の方がナイスな主人であることが分かったろう。ははは、そういうことか。ちょっとセーブしたかったんだけど、イベントが始まっちゃいましたね。はい、ちょっとカットしましたが、まあ始まっちゃったんで、ちょっとここまで連続で3本目なんですけど、今イベント始まっちゃったから撮っていきますか。セーブもできないみたいですしね。はい、このまま進めていきたいと思います。諦めて、これ何、外出ればいいのかな。てかジェームスがいないですね。子分よ、夜は疲れておる。もう少し休んでいくとしよう。そうは言われてもセーブできないし、やっぱりなんか地下室が怪しいと思ったら、なんじゃルカか。こんな夜更けに何をやっておるのじゃ。貴様こそ何をしている。この家には盗むものなど謎にならないぞ。もうやだ、ものなど何もないぞ。控えよ自称魔王、わらわはそっちと一緒にするでない。ふん、どうだか。それにしても、なぜこんなにもこの家を懐かしく感じるのじゃろう。わらわはほとんど城から出たことなどなかったというに。記憶があるようでない転生者？わからんな。こんな田舎まで来たことなどないのに。ノールか、わらわはお前の母上に礼がしたい。わらわに料理を教えてくれたし、なぜだかとても優しい気持ちにしてくれた。その礼がしたいのじゃ。王女たるもの、常に礼節を書いてはならぬとベーロンにも言われていることであるしな。ところでルカは月光草というものを知っておるか。月光草、知らないな。何それ。月の光に反射して美しく光るという花のことじゃ。それを母上にプレゼントしたいと思うのじゃ。それを探しにバラは少し出かけてくる。夜が明けぬうちには戻るゆえ、後のことは頼んだぞ、ルカ。え、一人で行くの？え？黙って聞いてりゃ、ノアーニが花探しだ。うっとうしい。勝手にやってればいいだろう。つまらんことで世に声をかけるな。冷たいよ、さん。追っかけていった方がいいよね、きっと。ロザリーだ。ルカ君、今王女様が外に出て行ったようだけど、どうかしたの？え、花を探しに外へ？そんな、夜はお化けがたくさんいて危険なのに。王女様の身に何かあったら大変だわ。ルカ君、私ちょっと王女様を探してくる。もしよかったらルカ君も手伝って。もちろん。行きましょう。あ、BGM が。夜は BGM ないんだな。ひとまずどこへ行けばいいんだ。あ、びっくりした。多分村じゃないよな。こっちの方は、あの赤村がずっと気になってんだよね。あ、こっち、あ、ちょちょちょ、あ、ロザリー。あ、ルカ君、王女様あそこにいらっしゃるわ。危険だから帰りましょうって言ったんだけど、どうしても花を探すんだって聞いてくれないのよ。真っ暗すぎてうっすらとしか見えないな。
私はここでお化けとかが来ないように見張ってるから、ルカ君を王女様を手伝ってあげてくれる？わかった。なんじゃルカか、探すのを手伝ってくれるのか。すまんな。この辺りは大抵探した。ルカはあっちの方を頼む。いい子じゃないか、王女様。あ、お化け。かわいい。あの吹き出しかわいいよね。ずっと追っかけてんだ。すごい体力。王女様、そろそろ夜が明けてまいります。もうお戻りになりませんと。そうか、情けないの。あれほど優しくしてくださった母上に礼をすることもできんとは。でも多分お母さんならそれ、その気持ちが嬉しいよって言ってくれそうだけどな。あれは月光草？ルカ、ラザリ、大義であった。そなたたちのおかげで目的のものを見事手にすることができた。よかったね。もったいないお言葉です、王女様。さあ、お手の汚れを落としませんと。ん？ああ、そうか。ちいとも気づかなんだ。では、おのおの休むとしよう。わらわは汚れを落としてくる。お母さんにプレゼントするためにあんなに一生懸命になって、なんだか見直しちゃったな。じゃあルカ君、疲れたでしょうから、あなたもおやすみなさいな。あー、心があったかくなった。ポカポカする。お、ルカ、ルカ、目が覚めおったか。一体今何時だと思っているのじゃ。さっさと支度をしてロビーに降りてこぬか。もうみんな待っておるぞ。それとわらわが母上に花を差し上げるときには、お前も必ずわらわのそばにいるのじゃぞ。よいな。うん、かわいい。ただのわがまま王女様じゃないんだね。お、みんないっぱいいるな。パパさん、今度会うまでにきっと。うん、キーちゃん、私もあれを用意しとくよ。どうせ爪切りとかでしょ。ふふふ、楽しみだね、パパさん。ふふ、そうだね、キーちゃん。ふふふ。ああ、それから我が息子よ。まあ元気で行ってきなさい。冷てー。めちゃめちゃ冷たい。王女様を見ておると、昔から家にあった人形を思い出すの。ちと失礼かな。おじいちゃん。そうじゃの、かわいい人形でお前の母親の大のお気に入りじゃったが。え、なんかそういう、あ、魂がないってそういうこと？掛け星の時に紛失してしもって、お前の母親はそりゃもう大泣きしたもんじゃ。え、それがどうしてどうなって王女様になったんだ？ええ、そうですね、おじいさん。兄ちゃん、お姉さま、また来てね。約束よ。兄ずっと待ってるから。きっと兄ちゃん、かわいい兄ちゃん、忘れないわ。あ、お姉さま、どうかご無事で。じゃあお兄ちゃんも頑張ってね。ひどいな、この家族。血をつながったさ、息子や兄よりも、まあ、いいけどさ。母上、また料理を習いに来てもよいか。ま、もちろんだわ、王女様。そうか、ありがとう、母上。それとこれを。え、
この花を私に。あらあら、まあまあ、どうしましょう。ありがとう王女様、本当嬉しいわ。いや、わらわこそ本当に母上には世話になった。いえいえ、どういたしまして。本当にいつでも大歓迎よ。ああ、でもこうやって見ると王女様本当にお人形さんみたいに可愛いわ。昔地下室にあったあの人形によく似てる。だから地下室にいたのかな。あれは本当に可愛いお人形さんだったわ。懐かしい。あらあらあら、いけない。そうそうそう、そうだったわ。いいイルカ。後で王女様にあれをプレゼントするのよ。どれ？あれって何？あれって何？あらあら、ルカったら旅立ちの時に渡したでしょ。あ、オルゴール？チャンスを逃さずプッシュプッシュよ。頑張るのよルカ。じゃあ行ってらっしゃい。おほん、それではそろそろ例のやつを。お父さんどうぞ。うむ、それでは皆さんの旅が幸多い旅になるよう願いを込めて。せーの、行ってらっしゃい。こうしていつかと同じように家族に見送られて自宅を後にする少年。魔王に勇者に学者に王女様、わけのわからない混成群に混じり、あてもなく旅立つ少年。しかも怪しい交渉の結果彼の立場は3割が魔王の子分、7割は王女の召使いということに。これから先、不幸な少年は一体どうなってしまうのでしょうか。結局3対7で落ち着いたんだね。ノールか、どうも先ほどの母上の言葉が気にかかってならぬのじゃ。母上が別れ際におっしゃっていたあれとは何じゃ。オルゴールだよね。ボイスレコーダーは多分違うやつだから。ん？これはもしかして古代の機械？この音楽いいかも。ちょっと切なげだけど。なんと綺麗な音じゃ。何やら懐かしい。もしかしてわらわにこれをくれるのか。え、いいんじゃないかな。プレゼントする、迷うっていう選択肢もあんの。え、何これ。でロザリーとの相性か、マルレインとの相性かってなるわけ。え、めちゃくちゃ迷うんだけど。まあでも一個プレゼントする。本当か、嬉しいぞルカ。わらわはこの音が気に入った。ちょっとルカくん、ちょっと待ちなさい。兄ちゃんから聞いたんだけど、それお母さんから好きな子に送るようにはあた、あ、送るようにって渡されたんでしょ。まさかとは思うけど、君、それはいくらなんでも身分違いよルカ。ちょっと待って、何それ、迷う。正直迷ってんだよね。ちょっと一回迷うやってみていいかな。迷う。ふふふ、そうだ子分よ。その機会は好きな女に渡せとボケ母が言っておったな。そんな小娘にやることはない。さあ世に献上せい、特別にもらってやる。それはおかしい、それはおかしいぞ。売りさばけばかなりの金になる。世界征服の資金として使ってやろう。そうか、古代の機械だからか。いい加減にしなさいバカ魔王。あんたいつから女になったのよルカ。あ、でもこれプレゼントするしかあれなんだな。多分選べないな。本来王女たるわらわはそのような特別の意味を持つ贈り物を軽々しく受け取るわけにはいかぬ。ならばよくもらおう。だからあんたは関係ないのよバカ魔王。スタンのキャラいいなぁ。がしかしルカはわらわの召使いじゃ。よってルカのものはわらわのものじゃ。
従ってこの機会を特別にもらってやってもよい。ルカは古いオルゴールを王者に献上した。さあ行くぞ手下ども、魔王退治に出発じゃ。この絵面すごいな。お、第4章、僕と魔王と怪しい奴ら。さてと、これパーティー自体はあ、やっぱ3人なんだな。王女様は戦わないんだ。なるほど。じゃあこれでどうなんだろう、もう行っちゃっていいのかな、マドリルに。一回街探索したいな。うーん、したくなっちゃうな。久しぶりだしな。お、なんだかたくましくなっちゃって、ああどんどんと理想から離れていく。考え直してあげようかなとも思ってたのに。それにその綺麗な人は誰？どういうことよ、誰なのその人。誰だっていいじゃないか。この人は王女様なんだよ。う、それは普通にいいんじゃないの。この人は王女様なんだよ。嘘までついて私はバカにしたいのね。ちょっと待って、この子性格が。私に気がありそうな素振りを見せてたくせに。さよならしたら途端に他の女にくら替え。ルカ君って案外結局そんな人だったのね。く、勝手なもんだな。これが人間というやつなのなら、くくくく、人間の本性、これ悪なり、自分勝手なもんだ。ルカ君どうしてそんなにこんなわけのわかんない影まで出して。私はそういうとこが嫌いなのよ。わけのわかんないとはなんだ。ああ、どうもこの村の住人はムカつくことが多いぞ。ねえあなた、ルカ君はそんな人じゃないわよ。彼を見てきたんならわかるでしょ。それに王女様ってのも本当なのよ。友達なんだから信じてあげなきゃね。言い訳なんか聞きたくないの。お手上げね。わらわにはこの田舎娘が何を怒っておるのやらさっぱりわからぬ。そこの田舎娘、とにかく怒りを鎮められよ。あんたなんかに田舎娘呼ばわりされる覚えはないのよ。修羅場か。ルカ結構モテるんだね。あの女は何を怒っておるのじゃ。ルカが怒らせるようなことを言ったわけでもあるまいに。結構ルカ君もいろいろとなんだか大変ね。冒険の旅以外にも命取りはあるものなのね。なんか違う心配されてる気がするな。お、どうだい旅の方は。なんだかたくましくなったようにも見えるよ。いいことだ。パーティー変更、あ、やっぱできないか。じゃあちょっと休んでセーブして、ちょっと久しぶりのテネルを探索しましょう。よし、セーブ完了したんで、村の人の話を聞いていこうかな。夜か、冒険の旅はどうだい。もう家が恋しくなっちまったかい。いや、そんなことはない。家に帰ったら帰ったで、行ってらっしゃいって追い出されるだけだろうしな。お、またか。おい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 、ルカも隅に置けないね。誰だいこのベッピンさんは。なんて無礼な。こちらはマルレイン王女様よ。まったく、この村の人は王女様の顔も知らないの。え、王女様ってあの王女様、王の下に女のつく王女様。ああ、これはこれは大変失礼をいたしました。何とぞご容赦のほど。うむ、苦しゅうないぞ。ルカの母親に料理というものを教わって大層機嫌が良いのじゃ。それにわらわは堅苦しいことが嫌いじゃ。
世の中の民がわらわのことを下にさえ 見なければよい。しかしルカよ、お前は別じゃ。明らかにわらわの召使いなのだからな。おいこら、子分の半分は世のものだということで話がついただろうか。お前の分は3割じゃろうが、忘れたと思って数を水増しするでない。ちあーもう、王様もバカ王者もじゃなかった。ちょっと本音が出たな。王女様もバカ魔王もいい加減にしてください。ルカ君も困ってるでしょうが。僕なんかどうでもいいんです。あははは、笑うしかないです。子分であることに違いはないですはないな。笑うしかないかな。おいらすっかり蚊帳の外。所詮村人 A の扱いはこんなものなのよね。結構なんかこういうサブイベントあるんですね。おいらは構わないでくれるかい。ごめんよ、旅の安全を祈ってるからね。なんかいじけちゃったな。マドリルでは勇者とお化けとか癒着してるんだって。全く世も末だよ。え、そうなの。怖っ、マジ怖っ。あー、テネルに生まれて本当によかったよ。いろいろ気になることが増えてきましたね。よう元気だったかい。まあ姿を見りゃわかるな、元気で何よりだ。それに比べてな、親方がな、すっかり落ち込んじまってよ。お前のためにって気合を入れて刀を打ってたんだが、どうにも気に入らないらしいんだよ。めっちゃ嬉しい。大きな声じゃ言えないが、腕がどむな。いや、親方のことだから勘が戻ればまたいい刀を打つとは思うんだけどな。とりあえず今日は悪いな。そうなの。ルカよ、せっかく来てもらったってのに申し訳ねえが、実は腕がすっかり鈍っちまってな。おめえに持たせてやれるような刀はもう打てなくなっちまってるみてえだ。まったく面目ね。せっかくご近所さんから勇者様が出ようってのにな。なんだか情けねえよ俺は。でもなんかその気持ちが嬉しいよ。なんかこれもサブイベなのかな、それかなんか時間が経ってからいろいろイベントをこなしてから来ればいいとかかな。とりあえず今日はってお弟子さんが言ってたし、まったく冒険の旅に出たっていうからもっと貫禄がついたのかと思ってたのに、あんたと来たら本当にもう。しっかりと胸を張ってちゃんと押すよ。いろんなもの見ていろんなもの聞いて勉強してくるんだよ。弱音なんか入ったらおばさん承知しないからね。いいわね。愛の無知だな。よう元気じゃないか。しかしな、あのルカ君がね、本当に冒険の旅をしてるなんてね。それでどうだい、旅をした気分ってのは。自分の中で何かが変わったとか実感みたいなもんがあったりするのかい。そんな感じが、ね、ルカ君的にはどうなんだろうね。まあそんな感じがしますかな。そうかいそうかい、そんな感じかい。いいね、青春だね。また遠慮せずに顔を出してくれよ。うちのかみさんが喜ぶからさ。おじさんももちろん大歓迎だからね。パン屋さんのご夫婦好きだな私。いやー、まじ探索楽しいわ。まあね、1回どころか2、3回ぐらい村中回ってるんですけどね、それでも楽しいって感じるのはすごい。お、イベントだ。おやおや、ルカじゃないの。あれれれ、べっぴんさんもご一緒だね。こりゃ両手に花だね。これ控えて控えて、こちらは王女マルレイン様なのよ。ああなるほど、思い出した。これはこれは大変失礼をいたしました。いやいや気にするでない、バランも気にせんぞ。ひーわかんないな。の暮らしはつまいしやかと聞いておったが、なかなかどうして居心地がいいぞ。で、両手に花と言うたが、花はどこにあるのじゃ。王女様が花なのでございます。花のように可憐で麗しく存じまする。世辞は良い。そうか、わらは花か。おいラザリーよ、両手に花だそうじゃ。お前も花でよかったな。ちょっと勝手にテキスト送らないね。人間は嘘つく動物だということだな。うっさい。ちょっとちゃんとゆっくり見たかった。王者様に旅のご無事をお祈りいたしている。
ていると伝えておくれ。ルカも元気でね。ありがとう。この辺の張り紙とかもちょっと気になるんだよね。ウォンテッドとかさ、チラシとかなんかあったら面白そうだなと思いつつ、この人話しかけてないな。いやあっちの町こっちの町じゃいろいろと事件が起きてるんだってな。その点テネルは違うね。なんて言うんだろう、こうね、のどかって感じだな。平和が一番なんだよ。まあね、ちょっと前に水不足はあったけど、それぐらいだもんね、きっと。おや、珍しいね。ちょっと里帰りってやつかい。うちには勇者さんに役立つようなもんはないけど、まあ気が向いたら寄ってくれよ。たまにはワクワクドキドキするような冒険の話でも聞かせてくれよな。導きのジュエルだけちょっと買ってこうかな。今んとこ必要そんなにないけどね。3つぐらいあればいいかな。あー、このおじいさんは全然変わらないな。あとは村長さんのとこと役場と、あとはどっかあったっけ。オーロがよく来たの。わざわざこのバーを訪ねてくれたお礼に一つ良いことを教えよう。この村の教会にはまだまだ謎がある。しかしその謎は一朝一夕で解けるものではないぞ。いくつもの謎解きを乗り越えた後、再びこの村へ帰ってくるとき、初めて大いなる謎は解き明かされる。マドリルの下水道もそうだけど、ここの教会もなんかありそうだね。こう入って、ヨールか、旅はどんな感じだい？だいぶたくましくなったように見えるけど、少年は荒野を目指すってね。家に帰るんだろう？それとももう寄ってきたのかな。まあとにかく兄ちゃんによろしくな。くれぐれもよろしくな。まあ仲良くしてくださいよ。ちょっと画面回しますよ。思い出し笑いの人、グフグフフ。なんで笑ってるか気になるかい？だってグフフフ。岩壁と石ころの話知ってる？あれはおかしい話だよね。グフグフフ。聞きたい？聞きたい。グフフ、いいよ、話してあげるよ。昔ある川べりに大きな岩壁が縄張りを作って住んでたんだ。一匹の子亀と一緒にね。岩壁は子亀をとっても大事にしてた。甲羅の黒い縁が特にラブリーだと言うんで、特に自慢の種だったさ。縄張りの中は怖い動物もいない、平穏そのものだったよ。イワガメはいつもその中で餌を取り、コガメはいつも遊んでたんだ。ところがある時のこと、ふと気づいたらコガメがいなくなってたんだよ。イワガメは慌てて探し回るけど、どこにもいないんだ。コガメの足で縄張りを出るなんて無理なはずだから、これはおかしい話だよね。ああ、どうしようどうしよう、なんてことだ。イワガメはパニックになったよ。うちのコガメはどこなんだ、いないはずはないんだから。で、縄張りをあちこちうろつくうち、岩亀はあるものを発見した。何って、ただの石ころ。ところが岩亀はその石ころを見つけるなり大喜びだ。それというのも、その石ころに黒いブチがついてたからなんだね。岩亀は一安心、おお我が子発見ってね。その石ころを持って帰ったよ。前よりちょっと重いのなんか気にしない。それでね、面白いのはこっからなんだ。いやほんと、うふふふふ、ダメだ笑っちゃって。それがね、うふふ、ダメだよね、笑っちゃってちゃ。ごめん、これ以上話せそうにないよ。もうちょっと、その後が重要でしょうよ。全然今の展開じゃ笑えないよ。お、ここもイベントか。ルカか、どうした？あれあれ？なんだその新たな美人さんは。まさか、くぅ。どうして俺に振り向いてくれる女の子がいねえんだよ。神様のバカバカバカ。
あの顔が可愛い。こら、こちらの方は君の考えてるような人じゃないのよ。まったく王女様になんてことを。王女様？え、王女様って王女様？リシェロに来ただっていう。マジですか。なんだ、そんなにわらわの顔見るのではない。わらわの顔に何かついてるのかと思ってしまうではないか。うわ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 、王女様が声をかけてくださった。キャホイ。おい、ルカよ。なぜにこのものはこんなに喜んでおるのだ。あなたが王女様だからです。王女様が美しいからです。なぜでしょうね。まあ、王女様だからじゃない？王女とはそのようなものなのか。わらわはそんなにも有名人なのか。知らなんだ。この腐れガキが、世のことを知らなかったくせに気分悪いぞ。ほんと、とんだ大魔王だわよね。笑っちゃうわ。ふん、お前など、上から読んでも下から読んでも一緒の刑だ。この酢豚ブスが。変だ。あんたなんか酢豚の中のパイナップルよ。なんでいるのよ、バーカ。さあさあ、王女様もルカ君も、バカはほっといていきましょう。君も王女様に会ったーとか。で、あっちこっちで言いふらなさらないようにね。いい子だから、ね。なんだよ、子供扱いすんなよ。これだってそんくらい分かってない。合点承知の助だよ。ロザリーとスタンはとことん水と油だな。おいおい、冒険の旅はどうしたんだよ。うろうろしてないで行けってば。その間に俺は新たな恋を見つけるんだ。頑張れ。聞く話だと、この世界に教会ってこのテネル村の一つだけだそうよ。へえ、そうなんだ。前から疑問に思ってたんだけど、あれどんな神様の教会なのかしら。誰も知らないのよね。不思議だね。世界観がよく分かってないからね、えどういうもんなのかもちょっと正直分かんないけど。あ、だだだだ、久しぶりに村長の家ですが、あー、これね、暗号も解かなきゃいけないんですけど、そろそろ2つ目の暗号解けてもいい頃かな。特に何もなしで、この上の階が気になるんだよね。こう、ダメか。たく、なぜ魔王たる世が勇者に学者に王女なんだ連れて旅にせねばならんのか。貴様も甘い顔しよって。このこぶめこぶめこぶめ。まあ、そうかっかしなさんな。多分一番大変なのルカ君だからね。じゃあ役場行って今回は終わりかな。教会もちらっと覗こうか。なんかこういうちっちゃいイベントがあるとは思いもせず、楽しいから全然いいんだけどね。君、冒険の旅はどうだい。やっぱり地位脇肉踊るかい。空前絶後七肉林かい。いいよな、いいよな、すごいよな。綺麗どころを引き連れてね。やっぱり冒険だよね。冒険してなんぼだよね、人生は。君を見て僕は悟ったよ。夢見るだけじゃダメなんだね。レッツビギン、今すぐ始めようってね。でもそうできたら苦労はないんだ。だから僕は今日もここでサボっているのさ。あははは。開き直っちゃってるもんな。特に何もないかな。このさ、教会ってなんか十字架のイメージが強いけど、なんかちょっと変わってるよね、やっぱり。ではでは、役所に入って終わりにしましょう。あ、パパがいない。あらあらあら、ルカ君、調べてみたんだけど、あなたの名前分類表のどこにも載ってないのよ。こんな不思議なことってある？あるわけないわよね。謎なのよ。ああ、大切な分類表。完璧な分類表に現れたたった一つの謎。これはきっと私に対する挑戦なのよ。
絶対に解いてみせるわ。ええ、解いてみせますとも。頑張って。なんでルカ君だけはぶられてんだろうね。やれやれ、課長がいないと仕事がはかどるな。いやー、忙しい忙しい。何パパ邪魔してんの？特にイベントもなかったね。じゃあ、ちょっとだけ暗号文その2を見て、ここで先か、場の世、役場の地下、あ、ちょっと待って、役場の地下4階とか思ったけど、ちょっと違うかな。うん、ちょっとまたメモしていろいろ考えてみたいと思います。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。